こんばんは。ふくりで,ふえるです今回も一緒に学びを深めていきましょう。最後まで視聴していただけましたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。今回のテーマは永瀬、わかりやすくまず、長瀬とは何の会社かご存知でしょうか。こちらの写真を見れば、ピンとくる方もいるかもしれません。等身ハイスクールを 運営している会社です。東進ハイスクールは直営校が100校、フランチャイズ校が1000校、生徒数合計10万人、日本最大の高校生対象の予備校です。ちなみに、大学受験の状況はここ最近どうなっているかというと、少子化は確実に進行していますが、逆に大学への進学率は上昇し続けています。 大学受験をする高校生の数は2018年までは増えていました。そして2018年以降は横ばい傾向となっています。そして東進ハイスクールに関して言えば、生徒数は横ばいであるものの、受講単価が上昇しているので、売り上げは上昇しています。単価上昇の理由は、最上位生の割合の増加です。というのも、 東進ハイスクールの生徒が東大合格者に占める割合が2011年16.7%だったのに対して2021年は24.5%へと10年間で占有率が7.8%上昇しているんです東大合格者の4人に1人が東進出身高校生の最上位層が東進ハイスクールを選択する割合が高くなっていることが 受講単価の上昇につながっていますなお成長率で見ると大学受験部門よりも中学受験部門の方が実は伸びているんですなぜなら東京全体が小学校6年生の数が増加傾向しかも中学受験を選択する割合も増えているからそして現在の中学受験生の増加は 6年後の大学受験生の増加を意味します。よって東京における受験の盛り上がりは今後もしばらく続くと言えます。故に、最上位層が通う日本最大の塾である長瀬は、受験業界の盛り上がりを追い風に今後引き続きの成長を目指しています。独立自尊の社会、世界に貢献する人材を育成する。長瀬。 ということで今回は永瀬を分かりやすくでした以上です今回の動画のご視聴に感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運